はいどうも、たったら探検組合員中山でございます。ありがとうございます。今日はですね、撮影、今日というかもう、昨日からっていうか一昨日から、こっちでした。撮影でございまして、散々やっております。ただいまがちょうど午前の2時です。2で、何が起きてるのかと言いますと、2時に終えての5時に起きということで、3時間しかございません。ということで逆に泊まりということでですね、泊まる形になりました。はい。で、まあまあ生配信をまずはしようと思ったんですけれども、ちょっと食べるもんがないと、買ってくるの忘れちゃいまして、でなんとお水サービスがあります。これはいただきたいと思うんですけれども、ちょっと、買うのを忘れましてですね、もういいかなと思って、午前2時ですよ、午前2時なんでもういいかなと思ったんで、やめまして、とりあえずご紹介と、何が起きてるのかご紹介したいなというところでございます。でちょろ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 さっきから鳴ってるのは、部屋に到着してすぐ、これは風呂だぞと、でシャワーでもいいけれども溜めようと、いうことで溜めております。なので、溜まり次第入って寝たいと思います。いやー、泊まりがけの撮影だと泊まりくっつきっていうのはかなり久しぶりですね。かなり久しぶりでございます。そんなに地方じゃないんですけれどもね、そこがまた意外ですよね。地方じゃないのに時間的に止まるという、素晴らしいアイデアですよね。素晴らしいアイデアでございます。なので、何の撮影なのかとか、仕上がりがいつとか何なのかとか、どういう感じでどこに出るのかとか、ちょっと情報が公開できないんですけれども、まあ暮らしていたら目にするかもしれません。目にすると思います。なので、ちょっと何かは言えないんですが、ぜひご覧ください。ということで、たったら探検組合中山でございました。もちろんヨロンモリンガということで、皆さんもヨロン並びにモリンガお願いしますね。ぜひ。あとタップデカ、おかげさまで好調でございます。匠シリーズも絶好調続いております。で最近は、そうですね、1500人を登録者数突破したので、一応年内2000目標って、なんだっけ、年末か年始か、宣言したんですけれども、まあ達成できる、まあ、ギリギリのねところではございますけれども、まだ半年経ってないか、まだ半年経ってないけど1500いったから2000いければなという感じなんですけど、加速していくのかどうか全く予想がつきません。なんですが皆さんのご協力もあって1500人突破と。でただね、再生時間が、もうちょっと欲しいぞというところで、そうするとついに今のね、今の YouTube の基準でいくと収益化したチャンネルということになります。どれぐらい収益化の動画にするかとかっていうのはちょっとまだこれからなんで、多分あんまりしないと思いますけれども、とりあえずなんかね、一個それが劇団 YouTube としての目標なので、そこを目指し続けたいなと思いますので、応援してくださっている方々たくさんいらっしゃいますけれども、引き続き何卒よろしくお願いいたします。ということで、風呂が溜まったそうなのでやっていきたいと思います。いやー、これ起きれるかな、まずいね。逆に寝ないでいくという選択もあります。迷いどこです。で、世論山具学校というですね、知り合いのチャンネルで、知り合いの木島春樹というものがですね、やってるチャンネルなんですけれども、そちらの方では、私の杉田屋さんだとか、薬師寺純一の
車パンとか、あとね、タップダンス終わりに、飯食べたのとかで、青木恵子とか、そのうち近々だとゴンド栄子あたりは出るかななんて言ってね、まあ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 、そっちのチャンネルでももちろん劇団の方でもバシバシ出していきたいと思いますのでぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、ライブ配信でやろうと思ったけど飯買えず買いに行くのもあれだから、撮ったのそのまま流して見たというやつでした。今後ともぜひよろしくお願いいたします。たったら短劇名中山でした。